皆さんどうも、マキエです。今回はね、日付が変わって、イベント予告がね、来たんで、見ていこうかと思うんだけど、今回ね、なんか冬をね、テーマにしたイベントっぽくて、吹雪姫が中心となって、この冬限りの氷のテーマパークってことで、なんか面白そうなイベントだよね。だから吹雪姫が、まあ、主役、やっぱ人気キャラで持ってきてくれてて、で、他にはさ、まあ人気のジバニャンとかコマさんとか、オロチとかさ、たくさんヌラリヒョンとかね、いて、いや、結構なんかね、キャラの、その登場するキャラ的にはさ、人気でそうなイベントだよね。で、気になるね、イベント形式でその辺ちょっとね、予想もしていこうかと思うんだけど、招待状をもらったケイタたち、あんまりこれは関係ないか、イベントの形式とかにどうなんだろうね。まあでもさ、前の、少し前の動画で話した、何のね、形式が来るかっていうのはさ、さすがにワイポイント稼げる形式が来るってなると、でも今回さ、俺が予想してたアイドルロワイヤルではなかったから、ちょっとわかんなくはなってきたんだけど、まあ、おそらくね、こういうね、なんか、一回だけのパターンのね、限定イベントは、なんか、マップのね、横取りがね、来そうな感じある。うん。なんか、これね、ゲートっぽくはないかな、俺的なイメージね。うん。まあ、みんな的にもさ、ゲートよりはね、マップの方がいいって人も多いと思うから、うん。だからね、次回、おそらく、吹雪姫主役のゲートじゃなくて、ゲートって言おうとしたけど、マップになってくれると思うわ。うん、なんか武道会もちょっとね、なんか妖魔界って書いてあるところからありえるけど、まあ中でマップ感あるかなと。いやー、まあ C イベントもね、言うてあと1日後ってことで、まあ、このニャントスもね、やっと終わるんで、まあ、C イベント配信ね、またしようと思ってるんで、時間ね、会う人は見に来てくれればいいかと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。